やったー。いやーすごいわ。元気な金属。さりげ。土屋さんに運転してもらったら嬉しいわ。いやもう昨日来たばっかりだからさ、ちょっともう大事に運転しないと。いやでもね、マッチ、はい、土屋さんはね、ええ、めちゃくちゃやるよ。やめてー。結構広いですね、後ろね。どうじゃ。ねえ。重捨て重。重捨て。重捨て。あとあれだよね、天井は高い。あ、本当だ。はい、行ってきまーす。お、重そうっすね、ハンドルがやっぱり。重い。やったー。芸術品だよ、S20。いやー、いい音。めっちゃいい音。いやこれやっぱりマッチが好きな音だね。音ですね。めっちゃいい音だ。この音とね、なんか残したいな。ね、うん、残したいよね、本当に残したい、これは。いや、土屋さんじゃなきゃあそこまでアクセル踏み込めないよ、怖くて。だよ、ビビっちゃうよ、オーナーの前で。ビビっちゃう、ね、オーナー今ヒヤヒヤしてたよ。まったくだ。おしゃれっぽくないしね。あ、そうなんですか。おしゃれな人はなんか、めちゃいいよ、いいね、めちゃいい、めちゃいい、このエンジン、この前も逃げましょうよ。父さん泣きますよ。いや、ぶつけて、ごめんなさい、ぶつけちゃいました。あった、怒んだろうな。それ怒るでしょう。バラつきはないですね。はい、ない、ないですね。そう、普通このソレックスの三連だと、ゴボ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 ってなるんだけど、これならない。キャブ調整とか必要なんですよ。ああ、もう全然これはちゃんとしてある。ね、普通バランスアイドリングでね、こんだけ安定してたらすごいなと。確かにアイドリングバランスがないですね。何年前だこれ？1972年。50年前の車はこんなに。あ、そう。今でもセクシーでた。そうそうそう。ね、本当にそう。めちゃいい。普通はこの年代の車ってステアリングセンターに、このセンターにすごい遊びがあるの、うん、これはすごいしっかりしてる。あ、ぐにゃぐにゃしてない。ピンキーなんですね。そう、普通はもうこの年代はぐにゃぐにゃしてんだよ。なるほどなるほど。ステアリングを切ったら切っただけ曲がってくれるってことですね。そうそうそう。足回りはどうですか。足はいい感じだよね、うん、なんか全然やれてないよこれ。あ、そう。田舎道が合うね。合うね、合うよね。いや本当に合う、田舎道が。いやすごいわ。元気な金属。さりげなくなりそうだね。では続いては最新モデル GTR ニスモに試乗したいと思います。近藤さん、すいません、車貸してください。もちろんです。本当は嫌なんですよ。いやえ、これは土屋さんが運転してくるんですよね。俺の車を土屋圭一が乗ったっていう、嬉しいじゃないですか。おねえ、嬉しいね。マッチの参考 GTR に。マッチの GTR だ。いやいや、土屋さんに運転してもらったら嬉しいわ。いやもう昨日来たばっかりだからさ、もう大事に運転しないと。いやでもね、マッチ、はい、土屋さんはね、めちゃくちゃやるよ。やめてやめてやめて。いやだけどさ、いい？ニスモバージョンだよ、うん、こんな乗り心地いいんだよ。うん、確かにね、うん、これを R モードにしていくとスポーツとかさ、うん、すごいよ。これ走りながらもでもできるんですか。できる。やっていい？いいよいいよ。 R モード、うん、R モード、あ、ついた、 R モード、うん、R 以外にもあるでしょ。ありますよ。いくつぐらいですか。やばいよこれ。あとね、自分で全部セットアップできる、うん、でこの R モードにしたら、うん、足が硬くなる。硬くなって、あとはもうほんとロールがすげえ抑えられてる。走りも違うよね。いやサーキットめちゃいいよ。ほんとめちゃいい。
リミッターも外れるんですよ、ね、外れる外れる。サーキットに行かないとリミッター外れない。外れないんだ、うん。サーキットモードにしとくと、うん、サーキットに行くともう認知するからさ、認知したら全オフになる。それはもう全国300キロ世界、うん、うわー、全国のサーキット、はい、そう、サーキットは登録されてるんですよ。うーん、 GTR は3号はね。いやー、これニスモでこんな乗り心地いいんだもんな。いいね、いいよ、これ普段乗れるもん。実際でもさ、はい、こんなとこじゃ物足りないでしょ。いや、もちろんそうですよ。本当は箱根みたいなとこ行って、うん、ワインディングを楽しむ、うん、まあ、ニスモの本当のこう本領発揮はサーキットですよ。うん、確かにね、うん、めっちゃいいですよ。でもやっぱりコーナーをさ、箱根あたりでさ、うん、少しこう G を感じながら攻めたい ね気持ちいいよね、うん、ほんと気持ちいい車だよね。いや、これあれだもんね、やっぱり超スーパースポーツカーだけど、うん、寝れるね。寝れる、全然寝れる全然寝れるよ。寝れる、すげえよな。だけど本当に世界と張り合える車を作っちゃったもんね、日産は。すごいことだよ。いやな、うん。さて、新旧乗り比べしていただきましたが、うん、いかがでしたでしょうか。なんか楽しそうですね。はい、はい、どうした、土屋さん、どうした。めっちゃいいでしょ、箱スカ。いいっす ね音が良かった。でもその箱スカのね、テリーさんも僕もやっぱちょっと怖くて、うん、自分で運転する自信ないじゃないですか。土屋さん乗ってすぐにババ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 高橋邦光が降りてくる、降りてきちゃう。だからもうしょうがないんだよ。しょうがないね。どうでした、ワッチの車は。洗練された GTR って感じだよね。うん、荒削りな GTR 箱スカ、ね、そこから洗練されて今の GTR っていうのものすごい洗練されて、うん、でマッチが自分の車だからさ、もうその辺に走ってんのに R モードにしやがってる。そう、そう、急に後ろ乗り心地硬くなりましたね。ねえ、あれさ、日本ってやっぱりすごく豊かだなと思うんですよ。これね、50年前の車も乗れるし、うん、はい、うん、今の車も乗れるわけですからね。どっちがいいって言うんじゃなくて、うん、そうそうそう、贅沢で言うと両方欲しいよね。だけどさ、日産のすごいところはさ、うん、その1970年代からずっとその GTR を守り続けてきたっていうのが、うん、そこはすごいよね。すごい、褒められてますよ。ありがとうございます。いや、本当に本当にまだまだ精進します。でもやっぱりスポーツカーは、うん、日産はなんかずっと守ってほしいですね。Z も GTR もね。あ、そうだね、うん、これからのね、はい、いい車作ってもらいましょうよ。そうですね、はい、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買い取り専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。